車両の例内山観光バス時代のカラーリング東京パッセンジャー株式会社は東京都足立区に本社を置く貸し切りバス事業者である平成26年に入り主に東京都内でタクシー事業を展開するアスカ交通参加となった平成27年9月1日に現社名に改称。前進は昭和36年2月2日に発足し 同年7月に営業を開始した貸切バス事業者、内山観光バス株式会社であり、飛鳥交通三回り以降も東京都で貸切バス事業を営んでいる。社名変更時に同グループ企業、東京リムジン株式会社が経営していたバス部門を吸収内山観光バス時代は東京都内でタクシー事業も行っていたが、2010年に東都自動車グループへ、 事業上としタクシー事業から撤退した。2003年に新規免許事業者として、事業開始。当初は、内山観光バスタクシー部であり、後に分社化された。開業時から、中央無線グループに所属。2010年11月、東都自動車交通へ事業を上とし現在は、東都タクシー、戦時営業所となっている。現在の登録者用は、 全車が J バス株式会社製で、納入年度により、イスズガーラと、日野、セレガが混在している。塗色は黄色一色を主体とするが、旧、東京リムジン株式会社所属車両は、ガンメタリック塗装。内山観光バス時代は、イスズ製車 C の車両が主力。長らく、富士重工業製車大火装車を導入していたが、2003年に、富士重工業が、 バス車体製作から撤退したのに伴い、それ以降は純正車体の車両が導入されていた。ありがとうございます。